こんにちは、ケイドアです。今回はアップデートが入ったので確定ガチャをね、いろいろ引いていこうかなと思います。まずはこちら、ウェルカムクエストリリース記念のガチャを引いていきます。これは限定キャラも排出対象なんですけども、確定ではないのかな。詳細見ていきましょう。今回に関しては限定宝星店、ピリカ、ポラリス、オニャンコポン、機長ということで、ルナは入ってないんですね。4月2日以降のキャラは入ってない、プラス今後のアップデートなどで排出対象キャラクターの追加はございませんと記載してあるんで、これに関しては貯める必要がないガチャですね。では引いていきましょう。無料系のガチャ本当に僕引きいいんで、いきます。限定出るんじゃないかな。確定はなしですね。さあ、欲しいのはまだ1体しか持ってないオーディンタ三つ葉テンペスト、速攻限定出ましたね。オリトラのテンペスト、あ、ベルスターか、実機配かと思った。ベルスター重心化が出ました。はい、テンペスト、ベルスターですね。まあ限定やっぱり出ました。はい、ありがとうございます。で、他にも、まあ、確定ガチャちょくちょくあるんですけど、どうしようかな。これね、あ、そうや、そうや、そうや、これや、新しいガチャ、これこれこれ、この10体のうち3体出るガチャなんですけど、これ490円でこんなにね、ゲットできるのは本当ありがたいですよね。しかもめっちゃ強い。龍馬、ノンノ、出雲、関羽、ヘラクレス、茨城、ベルゼブブ、ジュリエット、ハーメルン、ケットシーか。いや、豪絶適性も結構いるし、友情強いキャラもいるし、これしかもね、ケットシーとか、まあ、茨城とかね、2体目3体目も全然嬉しいキャラなんで、いいですね。まあ、当たりはやっぱりケットシーかな。では、いきます。ケットシーのラック上げたい。まあそうか、限定は出ないから確定数ないか。さあ何かな。ケットシー来い、ケットシー、ケットシー、ケットシー、よっしゃ。こういう系のガチャはほんと火が強い。ベルゼブブと出雲とケットシー、ワクワクの実に関してはまあ波ですね。はい、いやこれでけえ。ありがたい。うん、でちなみになんですけども、これさっき見ました。でこれは確かルナ入ってまして、でしかもアルバムも含みますよね。しかも今後追加増えていくんですよ。4月26日以降に追加される新キャラクターの重心化、重心化回、かつ、他にも期間限定キャラクターの立身アルファ、アナスタシアアルファ、エルマル&コニールアルファ、今のアルファ型ですね。これに関しては次回のアップデートメンテナンス時に随時排出対象へ追加予定ですと書いてあるんで、もしねこのキャラクターたちも一緒に欲しいんだったら、一旦ね次のアップデートまで待ってもいいかなと思います。はい、まあ僕は特にないんでどうしようかな。まあこれ系のガチャは、まあ僕なぜ貯めてるかというと、結構ねその集まった時とかに誰かに引いてもらおうかなと思って貯めてるんで、メインに関してはこれで終わります。次サブ機いきましょう。はい、ではいきます。ウェルカムクエストリリース記念ドン。まあ、こっちはまああんまりキャラ多くないので止まってほしいな。なんか限定確定は今のところなしですね。まあでも星6キャラクター1体は確定でしたよね、この右下は。はい、一球、止まれ止まれ止まれ。おお、限定出たな。でも一級、モノノグ姫、ハレルヤ出ましたね。はい、ウェルカムクエスト、まあこれただなんで本当ありがたいですね。じゃあ次はこちら行きましょうか。あ、一応全部持ってるんですね。しかもケットシーが一番数多い。いや、ジュレとか。はい、まあなんでもいいや、行きます。こうなったら、なんか、いいワクワクの実がついててほしいですね。なんかめちゃくちゃいい。動撃エル、遊撃エル、速殺とか。はい、ジュリエット、坂本龍馬、出雲ちゃん。ハート強化で、
激し過激速、まあまあまあこれはありがたいですね。ニューってなってんのは重心化してなかったのか、察してなかった。結構サブキャあるんですよこういうのはい、じゃあ次は初獲得、あ、メインはね初いなかったんで引いてなかったんですけど、これいけますか。初ぎ確定、これは1体かな出るの。まあ未開とかのガチャと一緒かな。はい、どうかな。おー、サルトビサスキ持ってなかったんや。重心化してくれたかな。はい、若好みついてるんですかね。あ、ついてた。はい、まあまあまあ普通。これもいきますか。今回のアルファガチャも引いたのでいきます。進化神化は出ないですからね。重進化重進化回なんで、限定キャラもその分数結構絞られてるんじゃないかな。なるほどいいです。持ってますよね。はい、じゃあアビリティガチャいきましょう。特に欲しいキャラが定まってないんで、なんか数が多い、これいこう。はい、レッツゴー。あ、限定出ないわ最近癖でね、あの連打しちゃうんですけど。お、止まったよ。おー、アルタイルね。この辺のね、右上にいるキャラとかもね、これドアップで始まったりするんでね、重生戦に向けて勉強しておかないとね。重生戦決勝進出したんで、決勝も頑張ります。はい、からのモネ、アポロ、ソーヒ、ローザ。まあ未勝利一体出たんで、まあいいっす。はいということで、うん、これも一応引いときますか。まあでもこの、あのアプで完了ガチャって星玉調整してる人からすると結構危ないガチャですよね。外しました。キュピン来ちゃったらこのバナのキャラしか選べないからね。はい、では次のガチャいきましょう。ではこちらもいきます。ウェルカムクエスト。いや、ウェルカムクエストの報酬見ましたけど、めっちゃ豪華でしたね。びっくりした。オーブ55個、経験値いっぱい、進化素材いっぱい、なんかもういろいろもろもろたくさんもらえるんで、あれはいい。ムソルグスキ、まあ、あれでなんかようやくちゃんとね、なんかリセマラ環境整ったって感じしますね。止まったよ。ぐんぐんいる。はい、まあまあまあ普通でしたね。これは重心化しましたと。じゃあ次はこれいきます。持ってないキャラは出雲とジュリエットですね。まあ、どうせだったら持ってないキャラ欲しいな。いきます。ジュリエット、出雲、あとは何でもいいです。キュットシーからの、お、止まったってことはジュリエットか。出雲、オッケー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 、もう一回止まれ。もう一回止まってくれたら完璧です。止まれ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 。まあ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 、茨城ね。はい、オッケー。お角の実は特に M ないんで、次いきます。初芸確定いきましょう。カームに関しては、あの近畿にいざなわれしものでしたっけ、あのガチャを結構ぶん回したんで持ってます。雨の渦ね、雨の系結構多いからちょっとごっちゃになるな。雨の渦ねかな。はい、持ってなかったな。次いきます。星6、重進化確定ガチャ。やべ、これは意味あるけどね、アルファも出るから。さあ来い、さあ来い。ありがとうございます。マジか。
もちろん課金ガチャですけども、これはありがとう、めっちゃありがとう、マジか、やばやば、マジやばまあこのアカウント持ってるんですけど、課金して引いたんですけど、いやでもありがとう、めっちゃありがたい、数ネオはね、ほんと数いればいるほどいいんで、ほんと、いやめっちゃ今腹の底から声出たわ、神引きしました、ありがとうございます。やばいな、じゃ次いけます。もうやべ、昨日本当に徳を積んだかやったな。道端に2000円落ちてたんですよ、千円札2枚で、それをまあ届けたんですけど、まああの全くあの報酬いらないんでって言って帰ってきたんで、もしかしたら何かそれがね聞いてるかもしれません。アポロン、からのてか普通にアポロン嬉しいな、初芸ですもんね。こいつさ、線形パワー型とか見なかったらアビリティ読み上げたらめっちゃ強くない？ダメオ超マイン M、 アンチワープ、バイタルキラー、 SS3 ブースト、友情オートチャベリン、トライアングルボム、 SS も強いね、まあ、言うてパワー型ですけども強いけどな。はい、では最後50パー引きましょう。もう本当はね、最近できるだけ得を積むようにして、で僕、まあ、タクシーでね実家から京都駅向かったんですけど、あのそのタクシー乗る前に落ちてて、その届けたりして時間食っちゃったから、もう電車の時間超ギリだって、猛ダッシュして駅で、でギリギリ間に合ったんですけど、もう本来ね、なんか例えば1号車乗りたかったとしても、もう時間やばかったから8号車ぐらいから乗って中で進んでったんですよ。ちょっと自分には無茶したので、それが返ってきたと信じております。はい、そんな感じでアップデート後課金パックをいろいろ買いましてガチャを引いていったんですけども、こういう系のガチャの引き結構ね僕毎回いいので、今回もかなり良かったんじゃないかなと思います。まあこういうことをすると逆に新限定とかめちゃくちゃハマったりするんですけども、去年1年だけでも、まあ、限定キャラ1体引くのにねとんでもない額ハマったりしてるんですけど、こういう系のガチャでサクッと出てくれたらね本当に安上がりですよね。今回引きが良かったので、次回のコナンコラボのガチャちょっとね今から怯えてます。言うてコラボは毎回 1.2% なんで大丈夫だと思うんですけど、今から得を積んでおこうかなと思っております。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。